はじめまして。リラックスストーリーズテレビは、ASMR を感じながら、聞くだけでも、美しいイラストを見ながら聞くこともできる、小説の朗読チャンネルにコンテンツをリニューアルしました。心地よい音楽とともに、お楽しみください。初めてご覧いただいた方は、ぜひチャンネルをご覧ください。新しいコンテンツも、新たな体験をお届けできるよう、心を込めて制作してまいります。このチャンネルを気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンを押して、更新のお知らせをお待ちいただければ幸いです。リラックスストーリーテレビで、リラックスした時間を過ごしていただけますよう、心より願っております。親愛なる読者の皆さん、友情、冒険、そして自己発見のエキサイティングな物語である。ダンジョンと森の冒険へようこそ。私たちの若いヒーロー、鉄尾が伝説のダンジョンに挑戦するために神秘的な森の中心部への旅に乗り出すのに従ってください。しかし、この旅は鉄尾だけではありません。彼は穏やかで集められた友人、生命、そしてダンジョンの神秘的な言語で話すことができるルルという名前の白猫を伴います。一緒に、彼らは数えきれないほどの挑戦に直面し、奇妙な生き物に会い、ダンジョンの秘密を解き明かします。しかし、親愛なる読者の皆さん、ダンジョンの奥深くに悪が潜んでいることに注意してください。私たちのヒーローは、ダンジョンの頂上に到達するのを阻止しようとするブラックとしてのみ知られている影の人物に挑戦されます。彼らの旅を通して、鉄尾と彼の友人たちは成長し、変化し、彼らの恐れに直面し、壊れない絆を形成します。また、ささやきやつぶやきなどの ASMR 要素が含まれているため、ダンジョンフォレストアドベンチャーは座ってリラックスして、他に類を見ない旅にご参加ください。ダンジョンと森の冒険が待っています。今回の本、ダンジョンと森の冒険第1章、神秘の森への挑戦。主人公は伝説のダンジョンを求めて森の奥深くへと進んでいた。彼は自分の運命を信じ夢を追いかけていた。しかし森の中には危険がいっぱいで、怪物たちがばっこしていた。主人公は慎重に進みながらダンジョンへの道筋を探していた。そんな中、主人公は謎めいた少女に出会う。彼女は不思議な力を持っていた。主人公は彼女に興味を持ち、話を聞くことにした。彼女は自分が森に住む精霊であることを明かし、主人公にダンジョンの謎を解くためのヒントを授ける。ダンジョンには5つの魔法の宝石が隠されている。それらを集めることでダンジョンの中心にある伝説の宝物が手に入る。しかし、その宝石を手に入れるためにはダンジョンの主に立ち向かわなければならない。その主は数多くの怪物を操る魔法使いだ。主人公はその情報を聞いてダンジョンへの挑戦を決意する。彼は自分が選ばれし勇者であることを信じ、5つの魔法の宝石を集めるためにダンジョンの中へと進んでいく。しかし、ダンジョンの中にはトラップや怪物があふれており、主人公は危険にさらされることになる。しかし、彼は自分に与えられた使命を果たすために不屈の精神でダンジョンを進み続ける。ついにダンジョンの最深部に到達する。そこで彼はダンジョンの王と対峙することになる。激しい戦いの末、主人公は勝利を収め、5つの魔法の宝石を手に入れることができた。彼は宝石を手にダンジョンから脱出し、森の外へと出る。そして彼は宝石を合わせることで伝説の宝物が現れることを知る。彼はその宝物を手に入れ、自分が選ばれし勇者であることを証明するために、私はこのダンジョンに挑む、そして必ず勝利する。主人公は強い決意を胸に抱き、ダンジョンの扉を開けた。扉の向こうには怪物やトラップが待ち受ける危険なダンジョンが広がっていた。しかし、主人公は決して諦めることなくダンジョンを進んでいく。途中、主人公は仲間となるキャラクターたちと出会い、
彼らの力を借りながらダンジョンを攻略していく。そしてついに最深部にたどり着いた。そこで待ち受けていたのは強力な魔法使いだった。彼は主人公に対して自分こそが選ばれ使者であると主張し決闘を挑んできた。しかし主人公は仲間たちの助けを借りて魔法使いを倒しダンジョンを制覇した。そして勝利の瞬間に主人公は自分こそが本当の選ばれ使者だという確信を得たのだった。これで私は自分が本当にやりたかったことを実現できる。新しい冒険を始めよう。主人公は新たな冒険への扉を開くため次なる目的地を探す旅に出た。第2章、伝説のダンジョンを求めて。ダンジョンへと向かう主人公と友達は道中で様々な困難に直面する。しかし彼らはお互いを励まし合い進むことができた。旅を続ける主人公と友達は伝説のダンジョンを求めて山脈を越える。森林地帯を通過する際二人は怪しい影を発見する。影の正体が何か気になっていると突然二人の前に現れた不思議な生き物が話しかけてきた。あなたたちはダンジョンへの挑戦者ですか？と聞かれ主人公たちは驚きながらもダンジョンへの挑戦者であることを伝える。すると生き物は二人をダンジョンの入り口へと案内し消え去っていった。主人公たちはその言葉通りダンジョンの入り口を見つけ挑戦することを決めた。そこには大きな扉があり扉の前には謎が置かれていた。主人公と友達は謎を解くために協力して考える。やがて友達がこれは数字の謎だねと言い主人公がそうだ、先ほどの標識に書かれた数字がヒントになっているはずだと気づく。あの生き物何者だろう？わからないけど私たちが挑戦者だと知っていたみたいだね。ダンジョンへの挑戦者ですか？はい、そうです。では私たちはあなたたちを案内しましょう。ダンジョンへの道は危険です。十分に気をつけて進んでください。ありがとうございます、頼りにします。鉄夫たちは生き物に案内されながらダンジョンへ向かって進んでいった。しかし道中には様々な罠が仕掛けられていた。主人公たちはそれらをうまく避けながら進んでいくことができた。そして彼らは伝説のダンジョンの入り口に到着した。ダンジョンは暗く怖い雰囲気が漂っていた。主人公たちは胸を躍らせながらダンジョンへと足を踏み入れた。鉄夫、ここが伝説のダンジョンか？本当に挑戦できるのだろうか？大丈夫だよ、私たちは一緒にいるから。そして選ばれし勇者だから自信を持っていこう。鉄夫たちは決意を新たにしてダンジョンへと進んでいった。第3章、謎の少女との遭遇。鉄夫はダンジョンの中を探索していた。すると前回出会った謎の少女に再び出会うことができた。少女は何かを探している様子だった。鉄夫、こんにちは。前にお会いしたことがありますね。あなた何かを探しているんですか？少女、あなたが来たところです。あなたに力を貸してほしいのです。私たちはお手伝いできることがあったら何でもしますよ。ダンジョンの中に古代種族の秘跡があるという噂を聞きました。その場所を探してほしいのです。古代種族の秘跡？それはどうやって見つけるんですか？私はその場所を知っています。あなたたちをそこへ案内します。鉄夫たちは少女についていき秘跡の場所を目指した。しかしそこには罠が仕掛けられていた。私はあなたたちをこの場所に誘い込んだのです。なぜこんなことをするんですか？私はあなたたちが古代種族の秘跡を手に入れることを望んでいました。そしてあなたたちが罠にかかってしまう様子を見たかったのです。第4章、罠にはまった主人公。主人公の足元が抜け落ち地面が開いてしまった。落下していく鉄夫の手を生命が必死に掴もうとするが手が離れてしまった。主人公は深い穴に落ちていった。主人公は罠にかかり
ダンジョンの中に閉じ込められた少女の話を信じてしまった自分を恥じ、悔やむ鉄を、生命も一緒に捕まってしまったのだろうか。暗闇の中で目を覚ますと、そこは狭くて暗い牢獄のような場所だった。すると、小さな声が聞こえてきた。鉄夫君、大丈夫？それは主人公の友達である生命の声だった。鉄夫、大丈夫？答えてくれ。鉄夫は大丈夫だと答えようとしたが、喉が渇いて声が出なかった。動物たちも罠にかかってしまってた。鉄夫は、やっとの思いで声を振り絞り、ああ、ここにいるよ。助けてくれ、生命。声をかけると、生命も一緒に捕まってしまったようだ。こんな場所にいると、自分が人間じゃないみたいに感じる。二人は恐怖に身を震わせたが、すぐに冷静さを取り戻して、脱出の方法を探すことにした。部屋の隅には小さな穴があり、外に出ることができるかもしれないと思った。二人は周りを見回すと、地面に刻まれた奇妙な文字が目に入った。すると、白猫ルルが現れた。ルルは、鉄夫たちがいる場所を察知して駆けつけてくれたのだ。友達や動物たちは、主人公を救うために奮闘する。ルルは、文字が古代種族のもので、その場所にある秘跡を守る魔法人だと教えてくれた。鉄夫、私が案内する。先に進んで。ルル、話せるのか？このダンジョンでは、動物たちは話せるようになる。白猫ルルは、周りの状況を探り、脱出のためのヒントを探す。泣く生命。友達や動物たちを助けて、脱出しなくちゃ。鉄夫は、ルルの説明を聞いて、自分たちは罠にかかったのではなく、奇跡を守るために、試練を受けるために閉じ込められたのだと気づいた。生命と鉄夫は、ルルと協力して魔法陣を破壊することに決めた。二人は、白猫ルルについて進むことにした。先に進むたびに、罠が仕掛けられた部屋が次々と現れ、主人公はルルの指示に従いながら、罠をかいくぐって進んでいく。誰がこんな罠を仕掛けたんだ。悪と悪党め。魔法陣を破壊すると、ダンジョンの奥深くにある秘跡の場所が現れた。二人は、そこに入り、謎の少女と再会した。彼女は、自分が守護する秘跡の真の姿を見せ、鉄夫たちを驚かせた。少女は、古代種族の秘跡を守り続けてきた血筋の末裔であり、彼女の力こそが秘跡を維持するために必要なものだったのだ。彼女は、鉄夫たちに古代種族の秘密を教えた。そんな中、鉄夫は脱出のヒントを見つけた。ここに鍵がある。主人公は大きな声で叫んだ。楽しむ鉄夫、なんか映画の冒険みたいだな。鉄夫は謎の少女との出会いが自分たちの冒険をより深く、そして興味深いものにしてくれたと感じた。数時間後、鉄夫と生命、そして白猫ルルはようやく出口にたどり着いた。鉄夫は他の仲間と再会し、無事にダンジョンから脱出した主人公はダンジョン攻略を諦めず、再び挑戦することを決意する。やっと脱出できたな。鉄夫は疲れ切って言った。本当によく頑張ったね、鉄夫。生命は彼を励ましました。ありがとう、君たちのおかげだよ。でもまだあいつを倒さないといけないんだ。鉄夫は心配そうに言いました。大丈夫、私たちは一緒にいるから。白猫ルルは微笑んで答えました。読者の皆様、この度はダンジョンと森の冒険を最後までお聞きいただきありがとうございました。本作品は私たちの初めての短編小説です。執筆には多くの時間と労力が必要でした。もし少しでもリラックスしたり心が癒されたりしたのであれば、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。本当にありがとうございました。リラックスストーリーズテレビにチャンネル登録といいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間をお届けできるよう、頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。